あんた客かい？いや、違うね。ああ、タマの男か。タマ！男！コマお待たキキキ、迎え来た。恋愛ごっこかい？ほどほどにしないと、やけどするよ。そしたら薬塗る。ま、好きにすればいい。そうかな、普通だよ。まあいい、そういうの平気。でもね、店長さん言ってた、前の子志麻さんに泣かされたって。別に泣かなくてもいいじゃんね。普通だよ、普通。あ、今日ね、外人来た。金髪とインド。でね、金髪の兄ちゃんね、前のことキュートってチップくれた。500円玉って思ったら金色だったから、店長さんに聞いたら外国のお金3000円くらいって。すごく儲けた。でさでさ、キュートって可愛いってことだよね。まあいい、3000円くらい可愛いわけ。それってどれくらい可愛いのかなって考えたら頭痛くなっちったぜ。なんで？店長さんね、そのカップルちょっと嫌いだった。姉ちゃんじゃなくて兄ちゃんが嫌い。大義がないとか言ってた。なんで？復讐とか関係ある？前も知らな。そっか、だよね。まあいい、時給820円だから1日分くらいは可愛いんだもんね。まあいい、バカじゃないし、テストとかだって本気出したら全然平気かもよ。だいたいみんな勉強しすぎ。勉強好きなの？前はバイトの方がいいな。いろんなことあって楽しいじゃん。わかんないけど平気だよ、きっと。あ、うちだ。じゃあね、また明日。お母さん、今日ね、金髪からチップもらった。3000円。今日は以上です。本日の分も中間テストの範囲に含まれます。復習を忘れないでください。放課後6時までは教室の使用も許可されていますので、十分にテストに備えられるようにしてください。38人だから1年が、
365日で、2月の29日ってどうする？レデーは担任だからクラス入れる？副担の岩野は？誕生日が一緒なのは違ってね、獅子座なんだって。パールさん双子座、本当は二人いるかもね。365が38で、だからマイだってやればできる。勉強できない。あー、前勉強したかったな。
聞け、なんでも。おはようっす。姉ちゃん何してんだよ、迎え来てるぞ。昨日から機嫌悪くてめんどくさいっすよ。余計なこと言うな、ガモのくせに。うっす。これ渡してって頼まれた。知らな。開けない？なんで？なんで？よくわかんない。牛乳ってチュチュ牛乳？じゃあさ、チュチュ前背大きくなる？
っぱいバーンって。ちょちょ、わかんない。あー、タマちゃんいちご牛乳飲んでる？飲んでるよ。ちょちょ、おいしい？おいしいよ。ちょちょ、なくなっちゃった。忘れ物してた。そんなんじゃな。がふにふに。ああ、タマちゃんすごい。ああ、真っ昼間からこれだよ。胸焼けするぜ。でしょう。タマちゃん嬉しかったみたい。知らな、知らないけど、ふが。タマちゃん大事にされてて羨ましい。ふが。ああ、タマキさん。授業ベルが鳴ったら席に着いて。もはおはよう。あのね、マイコを先行っててほしいんだって。違うの、あのね、マイコね、昨日の夜からね。お母さん、言わなくていい。ごめんね、マイコすぐ行かせるから先行ってて。では出席を取ります。井上さん、上田さん、あなたね。セーフ。もういいわ、席について。キキ、セーフだ。なんでもな、義務中。はい、もういいから無駄話はやめて。お昼だ。なに食べる？いらな。
だよ。全然見てただけ。笑ってた。何？タマの弁当食ってむせてるんだ。まだ食べてな。開ける。ちゃんと食えるのか。食べれる。私は勧めないけど、まあ食べるんだろうし。勇気あるなっていうより無謀だな。おいしい。おいしい。味見した？怖いからしなかった。タマちゃん最悪。そうか。お母さん笑ってたからうーんって思ってたけど、美味しいなら平気。お腹大丈夫？なんかな、頭下がるわ。じー、口赤い。
かなんだもん。死んじゃうかと思ったし、舞なんてね、遊ばないと死ぬんだから。どこ行く？どこどこどこ？ショック？頑張るの嫌なのにな。そんなの関係ないね。やる。がどこまでやったか分かんなくなっちゃって、初めからだ。あ、間違った。
なたたち。勉強を教えてもらってるの？ソダム？あまり遅くならないように。エデン、ドキドキしてた。だって勉強してんだから、なんか言われても困る。もうわかんな。タマはそんなもんだろ。だっていつも全然わかんなかったから、わかんないってなったけど、わかんないかどうかもわかんないの、すごく嫌。まあ全部終わったわけだし、今日どうする？遊び行く？ひひひ、あのね、マイね、今日デートなの。だからハルさんたちと遊ばない。タマちゃんいいな。何お前ら、いつの間にそういうことになった？秘密中。そっか、タマちゃんずっと勉強教えてもらってたもんね。むひひ、幸せそうな顔しやがって。むへへ。そうだよ。え、マイ言ったよ、テスト終わったらライブ連れてけって。そっかな、言ったと思ったけどな。あ、時間だ、遅れる。あ、ここだ。うん、マイちゃんと調べた。前間違える？そうかな、そうでもないと思うな。女子マネやらんすか？これはすまんこってす。正直話を聞いてもらえるすか？聞く聞く。今日のメインイベントは人民王対ハブマジンの60分一本勝負なんすが、ハブマジンは女子高生マネージャーがいないと実力が発揮できないんす。へえ。そっす。ところが女子高生マネが突然来れないと。
彼氏に呼ばれたので行けなくなったと先ほど電話がありまして。大変っす。アブ魔法は女子高生へむやみに憧れる気持ちが凝縮したものすから、女子高生なしのハブ魔人は魔法の使えない単なるハブになってしまうっす。大変に面白いっす。ただ人民王対ハブ魔人で発表しましたんで、当日人民王対ハブのカード変更ではお客さんに面目が立たないっす。でそちらのお嬢さん、女子高生マネージャーはいかがでしょうか。マイ、そうっす、お嬢さんっす。元気そうなところがアブ魔人の憧れの気持ちをくすぐるっす。何すんの。はい、リングに上がってアブ魔人に花束を渡します。リング、いかがなものでしょう。あ、やるやる、マイやる。やってもいい？だって聞いておきたいじゃん。やった！お花渡すのやりたかった。あれでしょ、ロープこうやってくぐんだよね、知ってる。でもまあいい、ちびっこだから一番上のロープまたげない。俺もできないっす。やった、お花だ。なんすか。ああ、昨日っすね、大変に盛り上がったっすよ。いったっす、最高っす。お花お花。赤コーナー、マムシに噛まれた男、ハブ。青コーナー、映画界のスーパースター、人民王。 If you smell my cooking。なんかさ、すっごい面白かったよね。ただけもらったし、次も来よ来よ。ハブマジンすごい。ガラガラガラってしたらみんなニョロニョロした。あれ本当？本当にハブ魔法？だってみんなニョロニョロしてた。魔法じゃなきゃニョロニョロしない。
マイ、魔法だと思う。人民をうーって言ってた。なんで黙る？でねでね、上から見っとね、みんなね。あれ？あなたたち、高校生でしょ？どこの学校？え？原？あなたたち、あ、レディーだ。わかりました。ただ、あなたたちは学生なのですから、誤解を招くような場所へはあまり行かないようにしてください。はあ。ああ。キキ、なんか怒られちったぜ。レディさ、エッチなことしてるって思ったんだよね。バカみたい。だってさ、レディだってあんなとこいたもんね。怪しいよ、きっと。そうかな。まあいい、違うと思うな。あ、タマちゃん、どうだった？怒られた？あ、チムだ、チムチム。怒られたけど、まあいい、関係ないから平気。ドジだよな、お前ら。すごい！7番だ！はるかちゃん、やっぱりすごい！普通じゃないかな。簡単だったの？普通って言ってんだろ。普通。大丈夫だよ。だってタマちゃん頑張ったじゃない。そんなこと言っても。まあテスト帰ってくりゃわかるし。それでは。先日の中間テストの答案を返却します。井上さん、上田さん、玉木さん、行く。玉木さん、無敗。惜しかったわね。もう少しで平均点だったわよ。52点！やったー！
びっくりした。前ね、最初ね、ごてんと思って、あー、いつもと同じとか思った。そしたらね、ごの後に2ってついてた。それって52じゃん。すっげー。舞、もしかして本当は勉強できるかも。あのさ、お母さんびっくりするよね。舞、バイト許してもらえるかもしんな。かもいつも姉ちゃんバカだからなって舞のことバカにすっから、すっごく威張ってやる。平均点以下だけどな。ももちゃん、どうしたの？また余計なこと考えてるの？あのね、遊び行こう。テスト終わっておめでとうって。だってテスト終わった、ご苦労様ってするじゃん。だからもう決まったの、みんなで行くカラオケ。イエーイ、ヒャッハー、エブリバディ、サンキューサンキュー、ヤーフーホー。じゃあね、次ね、舞何歌うかな。たまちゃんまだ歌うの？すごい元気。死ぬまで歌う。限度ってものがないからな、こいつは。歌う。あ、チムチム、一緒歌おう。まだ歌うのかよ。はるかちゃん、ほら。いっぱい歌った。疲れた。死ぬ。お前は、歌いすぎなんだよ。面白かったね。チームは疲れてない？あんまり。チカはタフだな。もう帰る。そうするわ。帰ろう、チカ。違うよ。舞ね、ほんとね、すっげえ嬉しかった。違う、点数ちょっと嬉しいけど、あのね、一生懸命してくれた、あれ舞のためだ。勉強いっぱいして死ぬとか思った。でも本当は舞のためだから、すっげえ嬉しい。舞えらい。あ、うちだ。
忘れないよ。忘れ物した。ちょっ、キキキ、バイバー。お母さん、見て見て、テスト、マイすごい。あのさ、あのさ、今日ね、お店親父来た、いっぱいで来た。でね、親分、ヒゲ親父。それでね、舞のこと、いい目をしてるなって言った。よくわからんけど、おごってくれるって言ったから、いちごシェイク頼んだ、大盛り。キキキ、儲けたぜ。なになになに、何？そっかな、普通？なに、変だ？前にはよくわからん、気のせいだ。ね、この前ね、変なの来た。前ね、お水持ってったらね、チーンってコップ叩いてね、いい音色だろうって言う。とか思ってたら、北総って言ってた。北総って？知らん。でね、芸術家みたいだったよ。いいものだって言ってたし、でもね、でもね、前ね、そのコップ落として割っちったぜ。だよ、チュチュ。タマちゃん、球技大会何出るの？チュチュ、球技大会。七海先生言ってたよ、出場する競技を決めなさいって。チュチュ、七海先生って担任の名前くらい知ってるだろ。あれでだ、チュチュチュ、なくなった。ん、ジム、なに？あのね、タマちゃん球技大会何出るのかなって思ったの。チカはよくこいつと話してられるよな。え、だってタマちゃんだもん。ねえ、何出るの？どうしよっかな。はるかちゃんはどうするの？なんでもいい。はるさん、綱引きだよ、きっと。なんで球技大会に綱引きがある？わかんない。ちかね、バレエは嫌なの。バレエもバスケも苦手。ねえねえ、まあいい、何出る？な、すぐこうやって人に頼る。だってタマちゃん決めてほしいんだもんね。何がいい？Hey!
どこ見てんだよこのバカ。キキホームラン。じゃあまあいい、バレーする。子供じゃないし。それより期末もなんとかしろよな。なんで？ああ、タマちゃん忘れてる。約束したのに。なんだっけ？タマちゃん、ほら。思い出した。なんか腹立つんだよなこいつ。秘密中。だって秘密中だよね。でもさ、球技大会終わったらすぐ期末だ。テストばっかつまらん。